おい、ちょっと。さて、じゃあケーキ食べちゃおっか。え、赤澤さんは帰ったんですか。うん、帰った。よっしゃ、これ食べたら働くぞ。お試し期間とか言い方変だったし、返事だってしてないのに、どういう神経。普通すぐ次とかありえないでしょ。最低。あのさ、なんか勘違いしてない？え、誰と誰が付き合ってるって。先生とあなたが付き合ってるよ。打ち合わせ。打ち合わせ？漫画の打ち合わせ。締め切り間に合わないって泣き疲れて。それで何？俺に伝えたいことって。いや、ちょっと今日はもう、あー、もうほんとめんどくせえ。いいか、今度はちゃんと言うから、きちんと答えてほしい。どうぞ。ずっと一緒にいたいくらい好きだ。で、私もあなたを一人にしたくないです。一人にしません。誕生日プレゼントないから、帰ります。ちょっと待って、今のよく分かんなかった。ね、もう一回、もう一回してよ。いいです。カンナ、なんで出てるの？